独身なう、浅川図です。林刑事です。いやまあ今、梅雨に入って、いつも天気悪いですけれど、うん。天気の鬱の話をね、今回してみたんですけれど。これはまず、うん、お前がそんな話できるの <laughs> いやあのね、俺、打つっていうか、低気圧になると、やっぱり頭痛するときはある、ね。はあー、なるほどね、これはね、うつではなく、要は、偏頭痛ってことだろ。偏、うん、頭痛、偏頭痛。は、うん、あ、なるほどね、これはやっぱあるね。な聞いたことあるんだけど、うん、天気が悪い日、雨の日とか曇りの日っていうのは、うん、酸素が薄くなるらしいんだわ。ほう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 。だから減るもんで、だから、それでちょっと体調も崩すっていうこともあるらしいわ。頭その気圧が変化することによって <で>うん、乗り物酔いとかしやすい人は三半規管というかその耳の中の圧が変わったりして、うん、まあ体調を崩すんじゃないかみたいな話もあるけどね。うんうんうん これはね、あの結構、人間って繊細なんだよね。うん、これね、なんかあの人間だけじゃなくて、ネズミの実験をやっても、そういう症状が現れるっていうことで、うん、そのだから、曇りだから気分が晴れないっていうんじゃなくて、身体的にこのやっぱり影響してるんだなっていうことがね、これ、まあ、最近になって分かって。 てきてまあ、以前ね、川辺君と、うつ抜けっていうまあ漫画の話をした時も、あ<ー>気候変動によるうつになるっていう、だから冬限定とか、うん、その夏限定でうつになるっていう人もいるらしいんだよ、ね、特に台風シーズンだよね。はははいはい、はい、まあ、まだ台風来てねえけど、うん でも今最近ずっと名古屋もね、めっちゃ雨降っとんだわ。特にね、やっぱ手術とか、体にメス入れた人はいはいはい。うんで、人とかは、やっぱりこれはすごい感じるみたいで。これさ、昔からほら言われてるけど、その天気悪くなると古傷がうずくってなんですか、うん、なんか科学的な根拠があるんだろうね、きっと。結局これってなんか昔の人ってやっぱすごいのかな、うん、まあそういうことを予知するっていうのうん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 。う やっぱ天気が悪いとやっぱ体調悪くなるってなんかあるんだと思うよ。うん、まあその昔の人はその体感的にそれをやっぱり感じてたわけだよな。わけわからない。わけわからないこと言うかもしれないけど。うん 例えば彼女がいなくて、なんか、なんかいいことねえな、孤独だな、寂しいなって思ってるときに、休日要は土日とかだよね。学校も仕事もないときとかにさ、めっちゃ外がもうカラッカラに天気晴れて、逆に晴れたす、みたいな、ことも。いや、んん当意味わかんねえわ、何いやいや、だから雨降ると、いや、みんな雨だでみんな何みんなのそのイベントパーや、みたいな。ああ、あいつらみんなにどっかにバーベキューしに行くとか、どっかピクニックに行くとか。 中心になってザマ、えーミル。中心になってザマーミバーカみたいな。うわ、めくれてんな、お前。いや、それない。ないないない、俺それはないわ。そういう思いは、俺、そういう思いは何度か思ったことあるよ。あ、じゃあ、ハイス君は雨のが好きってことえ昔はそうだったかもしれない。い昔って言い方も、えー、でも、でも自分がなんかするときは晴れてほしいときもあるよ、それは。うんうん、なんで今日雨やねんときもあるけど、自分関係ないときに雨降ると、ザマーるバーカみたいな。<laughs> <laughs> 最低だな、<laughs> お前 <laughs>。まあまあまあ、それはいいんだけれど、<や>あとね、うんうん、そのまあ、うんうん、天気以外にも例えば、 展望台とかにキュンって結構早いエレベーターに乗った時、うん、ほら耳キーンとしたりあと飛行機乗った時に耳鳴りがしたりっていうまあ、うん、これがどうやらその耳と関係してるんじゃないかっていうふうに今言われてて三半期間とかまあ鼓膜とかその感じで、うん、でまあその乗り物、うん <laughs> 用意とかしやすい人は、その気圧の変化は要注意なんだって。これはね、ちっちゃい頃に、浅川くん、どうだったか知らんけど。いや、俺もね、ガキの頃めっちゃ車用意してたのよ、うん。遠足とか言って、どっかバス乗って行くとかあるやん。<笑><笑>まあ、あの、吐きまではしないけれど、まあ、ぐったりする派だったああでも吐く人とかおったからね。いた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 、袋持って吐く人いたから、ねあ。あれは、今だから多分薬とかで、なんとかちょっと抑えれる部分はあるかもしんないけど、当時って、梅干しを食べるとかさ、 あったあったんかいろんな変な迷信で遠くを見るとかなうん遠くを見るとか何度か目をなめるとかさんかいろいろあったやんあったあったあったバスは特に昔ミッションだったがこれだからさ前回ほら深夜バスの話したけれど熊本12時間乗ってて酔ったりしないのこれはねもうこの年だとねもうこれやっぱ俺もそうかもしんないけどなんか感覚が鈍ってきたのかね 昔と比べてやっぱ乗り物を用意しなくなったわ。そうだね。うんうん。うん、あのね、若い頃に比べて、いろんな感覚が弱ると思う。鈍くなる。鈍くなる。それはあると思う。例えば、ちっちゃい頃バスに乗るとさ、あ、俺ってバスに乗ると酔うんだよなぁ、嫌だなぁ、嫌だなぁ、っていう、強化が先にあってバスに乗る、乗ったりするわけじゃん。でも、高の年になるとさ、もうないだろうもん。あのね、<laughs> やっぱり俺自分で運転免許取って自分で運転するようになってから、その人の車乗っても酔わなくなったわ。 ああ、それはある。人の運転で乗ってても、うん、自分が運転する経験があると、そのなんか予測ができてるんだと思うんだよね、運転の動きに対して。<laughs> こ,れこれね、<ー>めちゃめちゃあるある今言っとるけど、<ー>今俺ら助手席乗るとさ、怖くない お前もっと早くブレーキ踏めようみたいなとこさ。うん。俺はっきり言って、俺、お前のね、お前の運転、俺の運転する、<laughs> お前の運転する車に何回か乗っとるけど、うん、ならな、お前がビビって運転しとんねん。まあ<前>、これ前にも言ったけどさ、そのほら、やっぱり、うん、チビリアンとかひとみちゃんもいたけど、やっぱ友達乗せて高速とかやっぱ緊張するって。うん、いや、それって、 ないんだよね、俺逆に。いやー、お前は鈍感だわ、そういうとこ。違うんだって。お前、変なとこ敏感なんじゃ逆にこっちが怖くなるんだって。変じゃないとこも敏感だぞ。ちゃうやうお前が怖くなるのおかしいこっちが怖くなるんだって。だから、こいつ、もうハンドルにしがみついてるような感じで運転するんよ、お前はすげえ話しかけてくるのがうざくてしょうがなかったんだけど。違う違うてう。 適当に流して、オチ <laughs> にならないというかさ、まあ、あ必死これ、だからね、松本旅行の時は、あのー、GoPro <laughs> つけて、俺が運転しながら撮ってたけれど、<laughs> やっぱりね、りね<前>あの、ナが,があるとは言え、 <laughs> あの、初めて走る道路は緊張するって。分あ、わかる。お前のトークにキレがなくなる。る <laughs> うそうそうだだって、運転、運転に集中してるんだから、そのトークに、そう、1割ぐらいしか、その、自分の脳を、いやないよいやお前、あれはガンで、あのさ、だったらる必要ないやもん、もう車内で。<laughs> 自分が緊張してる時に。いや、これさ、俺だから思ったんだけどさ、いいんんたまにほら、お笑い芸人でもそうだけど、車の中で設置して喋ってる、その、番組とかあったりすんじゃん。はい、あるある。 あるすげえなあと思うのよ、その要は芸能人としてタレントとして移りながら運転してるわけじゃん。いやいや違うもんだって、あれは。 うん、お前がおかしいんだったから、まあ、俺もパニック障害になったりしたから、病気で。うん、その時の気持ちが分かって、あお前みたいになった時はあるけど。<laughs> お前みたいになった時って俺は別にパニック障害ちゃうわ。いやいやいちゃうけど、な、それなんで、うん、俺はだから極端にね、ただ本当にね、首の手術して本当にやばいっていう時に、うー、ん、って震えになったっていうことはあったけど、うん、お前の場合は別に鬱になったこともないし、それにパニックになる、はい。 タイプでもないんだけど、ただ慎重な、お前って何にたら何する意味でも分かるね。いつも俺慎重な人間なんだよ、<う>常に。めちゃくちゃ慎重だから、お前って。慎重、うん、だよ。あの慎重になってるのを見ると、こっちで緊張すんねん。ああ、だから緊張が伝わっちゃうっていうか、映るっていうそうそう。あ、こ慎重になってるからやと思って、癖 <laughs> が怖いねん。 それを責められる言われないけどな俺、俺いや、だからお前、もっとリラックスして運転しちゃいいんだって、<laughs> なんであんなにさ、ハンドルにさ、両手、わでも片手でやこれは、これは、ちびりアンとやってる池袋なうでも喋ったけれど、俺と林くんだったら、最悪死んでもいいけどさ、の女の子二人乗せてて、なんか事故ったりしたら、やっぱり、いや、そこも意味わからんわ。 <laughs> なんでそのね、ひとちゃんとちびりゃん、がのストールで、<ー>は心配になる。<ー>いや、お前はね、違う違う、それじゃなくても、俺だけ、俺の捨てるだけでも緊張しとった。いやいやいや、お前はいいよ、別に死んだって。いや、でもお前は緊張しとった。<laughs> いやいや、でもやんないってお前は、そういう、こうやってラジオでこういう風に言うけど、<laughs> だって、お前さ、危なかったこと何回かあったやん。俺と運転しょって。お前ってホテルの時に泊まる時だって、お前、事故そうやが取ったやろ原付き引き添い。原付きのおばちゃん引き添いあって、おーいって言ってさ、もだから、運運駐車場止めるのも、車止めるのにちょっと降りてみてくれるっていうような人やん。あったあったあった。まあ、駐車場の時な。いやあんなこと、俺行ったことないからな。ちょっとごめん。お前から車止めるけど、ちょっと後ろ見てくれるなんて行ったことないから、俺。だから、林くんはそういう意味じゃ雑なんだって。 違うんだよ。お、まあ、これはね、これはちょっとまあ、まあ、まあね。考え方の違いだわな、うん。でもお、まあ、お前そこは女子っぽいのかな、うん、<laughs> あ、そうだ、俺そういうとこ女子力強い。多分女子力 <laughs>。女子の運転だから。いや、めいや、だからな、お前の運転 <laughs> すげえ女子の運転なんだよ。なんかさ、<laughs> だから俺いっぱい話したんだよ、あれ。お前さ、なんかうるさいな。 俺いかもしれない,けどいや,いや,い,や,い,やいや。こいつが喋れない状態にあるから、ここを俺が喋ったらなきゃいけないっていう俺の優しさだよあ,あれ。 俺もともと車あんま好きじゃねえからしょうがないんだよと <laughs> そ,<は> <laughs> それで言ったらだって昔事故ってさ今車トラウマで乗れなくなっちゃったカーベル君っていう人物もいるわけよ、うん、いやだからそういう人もおるからだから俺もやいり車に対してのお考えかけたものすごい変わったよだって昔ほらパニック障害で途中で車乗れなくなっちゃって降りたって話したでしょ、うん、あれはあ初めて パニック障害になった瞬間だって初めてっていうのかなうん,うん。それ以降、こうは早い高速道路とか、うん。暑い風呂とか、<ー>みんなが集まってる映画館みたいなところとか、教室とかね。はい,はいはい。だから、ここに何かあったらどうしようって、みんなに迷惑かけちゃいけないっていう時とか。 すごい緊張したた時期があったんだよ、うん、それは別にあれか、天候とは関係ないやつだろ、うんですけど。天候もあるかもしれん。やっぱそれは天候、えー、いや、もちろんそれは天候悪ければ悪いほど、きついかもしれん。うん、天気が悪いっていう低気圧になってるからの、うつっていうこともあるかもしれんけど、ね、電車でもバスでも飛行機でもなんでもいいけど、うん、誰かを乗せて運転して、どっかに運ぶって仕事は絶対無理だなと俺は思う。いや、そう考えるとな、 昔、沖縄でな、うん、林君の運転で高速乗ったりしたけど、本当に、あれ、めっちゃきつかったんや、あれ、実は、心臓バクバクしてたわけだな、うんうん、<laughs> 心臓バクバクしちゃっ,ったけど、でも、お前が運転するには俺運転した方がいいなと思っ,思ったあれ、やっだってさ、うん、那覇から小売島まで行ったもんね、小売島って、本当に一車線やん。はい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 。あの一車線に止まること、できへんやん。 <laughs> まあね。たまたまあの時、後ろから煽られることはなかったから<ー>よかったんだけど。はいはい,はいはいはい。あの時もし後ろから煽られたら結構前いとったと思う。パニック系の人ってその、後ろに煽られるとかなりやっぱ、まあバックミラーはね、めっちゃ見るよ。うん、まあ2車線とかだったら、 道譲ったりすんねんまあまあ譲ればいいもんな。左車線走ったらいいからさ。はあ、これが一車線だった時静岡のあたりって一号線で一車線多いね。うん、だからあんまり静岡の一号線走りたくないんだよ。怖いから。<laughs> これ分かる人には分かる。ああ、分かる分かるって言ってたみんな言っとると思う。<laughs> あのー、特にねあの、トラック野郎とか多いからさ。はい,はい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 。うん、まあとにかくお前の場合別に病気でも何でもないし、なんかやっぱお前の変な心配症ってそういうとこに出るのかなっていうかさ。 お前、ね、って結構守りの人だから、俺って、そう打つだから、めっちゃ守らん時とめっちゃ守る時があるんだよ。うん、運転はな、精神状態が反映されるのは、それ確かだよ。うん、まあ今回はほら、あの、低気圧で打つっていうことなんでね、ちょっとまあ話はうん、うん、ちょっと、めちゃめちゃそれたけど、でも低気圧で打つになるってめちゃめちゃわかるよ、これは。あるから、うん。な <laughs>、まあ、うつ病で飲む薬で、うん、あの、先生に、 こういった低気圧の時に、飲むとちょっと楽になるよって薬が、ドラマミンって今薬があるんだけど、<ー>飲んでるんだよ、それ。これは、うつの時も飲む、飲んでもいいし、あと、気圧が低い雨とかで、気圧雨とかで、気圧が悪い時のテンションに見計らって飲んでくださいっていう薬も俺処方されてるんだけど、うんうん、あの、メニエールってあるよ、メニエール病だ。ああ、はいはいはい。メニエール、メニエール病の薬なんだこれ、ドラマミンって薬は。うんうん で、メニエル病っていうのは、まあそういうお前言った先、偏頭痛とか気持ち悪さとかもあるんだけど、うん、そういう病気なんだけど、その薬が、すごいこういう何、強い手術とかにやっぱ効果的で俺飲んでるんでやっぱ今も飲んでお前と話し,しとんの。聞くんだ、うん。うん、聞いてると思う。これはすごいと思う。確かに。だから、これ多分飲んだ方、下ネタばっかりって切っとると思う <laughs> 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 よかった、飲んでて。<laughs> いや、本当そうだよ。マジマジで。<laughs> まあ、俺も今日本当しんどかったんだけど、うん、何やかんとやっぱ気づく薬もあるし、まあ、ちょっと時代も時代で、そういうね、まあ、薬でさ、気圧とかさ、うつとか、まあ、もしそういった天気鬱つとか、その天気で体調悪いなって、もし思うんであれば、診療内科とか、精神科に行って、うん、その、先生に相談するのも、ありだと思う。うん、俺らの歳って、 高年期障害みたいなのもあると思うし。ああ、確かにね。あれって結構耳から来るっていうのもあるんだよ、高年期。あ、そうなんだ。うん。やっぱみんなさ、えー、あと風とかひくがみんな。風邪とかひくとみんなさ、内科に行きがちじゃん、みんな。うーん。実へと耳科に行った方がいいからね。風邪ひくとな、ちょっと耳の聞こえが悪くなったりすることあるよな。うん。だから、あの、風邪ひいた時は、俺らの時代は内科に行くとかだったけど、今の時代は風邪ひいたら耳利科に行くっていう時代だから、 今回、風邪はちょっと別としても、こういったちょっと気分が乗らなくなって、うつの状態になちっちゃう、テンション下がってとか、あるいはこういったとこが、栗とか、肩こりがひどくなったりとか、栗が痛くなったりとか、呼吸がしづらくなったりとか、動機が激しくなったりとか、そういうことがあるのとら心療内科とか、精神科に行くことをお勧めしますっていうことだろうな。 今回、だから低気圧で体調不良を起こしてる人もまあ病院でね見てもらってまあ処方をしてもらうとまあ良くなるかもしれないということで気分だけじゃなくて本当に体の調子が悪くなってるんだったら病院で診てもらうっていうのがいいよな、うんまあ、先生が一番分かってると思うやっぱりね医学は大したもんでうちらの頃よりも全然発達してるから何、うんうん、かあったら病院に行った方がいいと思いますよ。 これね、ちょっとまあ今読んでる資料でね、最後に締めてありますけれども、天気による体調不良は気のせいではありませんということで、まあ、これをだからな、勘違いしやすいんだよな、天気が悪いから気のせいかなって。 思いがちだけど実際にその、なんていうかな、体に作用して体調が悪くなってるっていうことであるんであれば、やっぱり医者に行くっていうね。これはだから本当にここ最近だと思うよ。うちらちっちゃい頃は気のせいだとか、気合いだとか。確かにね、子供の頃、天気悪くて体の調子が悪いって言ったら、何言ってんだって言われてゃたような気がするんだよな余ったれんなってね。余ったれんなっていう時代だったけど、今、そういうやっぱ医学とかさ、やっぱいろんなね、今そういう 薬もあるから、例、ねうん、えば天気でちょっと憂鬱になったりとか、うん、まあそういう時は,いはい、はい、なんか薬でも飲んでちょっと少しでも安心していただけたらなと思います。うん、はい、はい、ということで今回はね、うん、この低気圧で体調不良を起こすっていうねお話でございました。朝、うん、カーズです。サブチャンネルもやってます。朝カーズのラジオ別館、朝カーズのビデオと猫で検索してください。説明欄にリンクもありますのでよろしくお願いします。 林刑事です。段階人愛ナウっていうチャンネルもやってますんで、ぜひ検索してみてください。よろしくよろしければ、チャンネル登録お願いします。